アカガエル化は両性向無比目に分類されるとが、アフリカ大陸南部、オーストラリア大陸の大部分、南アメリカ大陸南部、マダガスカルなどを除いて、半世界的に分布する。四肢が発達し、動作が敏傷で、跳躍力や遊泳力に優れた種が多い。その高い運動能力を支えるべく、骨格や筋肉も発達しているため、直線的で、 角張った体型をしている種が多い。背に肺側線を持つ種が多いのも、本家の特徴の一つだが、牛ガイルのように持たない種も存在する。赤葛色の体色を持つ種が多いために、赤ガイル化とされるが、緑色、黒色、灰色などの種も存在する。ほとんどの種が鮮やかで多様な反毛を体色に持つ。土ガイルなどのように体の表面全体にイボがある種も存在する。 オスのメノウは両方にある種が多い。青ガイルカやアマガイルカの多くの種と異なり、指先に吸盤がないため生態は、樹上生活には適応せず、生息域は水際から大きく離れることはない。また環境に合わせて、体色を変えられる種も存在しない。以下の分類は、アンフィビアンスピーシーズオブザワールドに従う。俗和名は倉元変調に、 日本に分布する構成種が含まれる属は日本波中量生類学会に従う。ウシガイルのように食用にされることもある。著名な例では中国や中央アジアで歌子として食されるハスマが挙げられる。日本では本家の構成種を火星や水田で見かけることができる。しかし河川工事や水田の減少等の原因で生息数は減少している。 特に南西諸島に生息する種は環境破壊等により生息数が激減し、地方自治体指定の天然記念物や環境省のレッドリストに記載されている種も少なくない。ペットとして飼われる種類も多い。ありがとうございます。